ほどあの平均台 で、ね、そうですね、足を痛めて、それで今これちょっとあの、いやこれは違うと思いますね、違いますかね、はい、ミセンコ選手のタンブリングも素晴らしいんですよ。これですね、伸身タンブリング、これの多分着地がかなり前にかかりました。足首痛めやすいんですね。そのために両方サポーターですとか、あるいは蹴りもかなり衝撃が強いですから、やはり抱え込みで回るよりも体を伸ばした姿勢で回るのは難しいですからね。今回はソ連の選手も足首にかなりテーピングの跡だとかそういうのが見られたので、まあ完全な調子ではないんでしょうね。先ほどの平均台であの踏み切りで片足を踏み外した、はい、着地が決まらなかった、その影響はどうですか、はい、ここまで見てまして。それは多分ないでしょうね。また床っていうのはそういう影響が出にくい種目なんですね、はい、失敗した後でも床は落ちるということはないですからラインオーバーに気をつけながらもう思い切って動いていいわけですから、決まりました。段違い平行棒 9.937、 平均台が